クリスティアン・アルベルト・ビルチェス・ゴンサレスは、チリ・サンティアゴ出身のサッカー選手。CF ・ウニーベルシダでチレ所属。チリ代表。ポジションはディフェンダー。サンブリーグのデポルティボキリ・クーラでキャリアを始め、2004年に、プリメーラ・ディビシオン所属の CD ・パレスティーノに移籍した。CD ・ウニオン・サン・フェリペ戦で、プロデビューを果たし、CD ・コブレ・サルト3から3で引き分けた試合で、 初ゴールを記録した。2005年は、デポルテス・ウニオン・ラカレー期限付き移籍した。2008年のクラウス・ウラではクラブにとって、歴史的な決勝進出メンバーの一員となった。2008年シーズンの活躍により、CSD コロコロが獲得に関心を示したが、アウダックス・イタリアーノへの移籍が決定した。加入初年度から39試合に得点を記録し、レギュラーとしてプレー 翌シーズンも全試合に名を連ね、年間最優秀チームにノミネートされた。2011年に CSD コロコロに移籍。同年10月のサンティアゴモーニング戦で移籍後初ゴールを挙げ、3から1での勝利に貢献した。2015年アトレチコパラナエンセへ移籍した。2016年6月10日、CF ウニベルシダデチレと2年契約を結んだ。ありがとうございます。